ロイドです。ちょっとね、今日はね、風がね、すごく冷たくて、強い風が吹いております。声がね、入るかどうか知らないけれどもね、今ね、直方の、小竹町というところに来てます。僕がね、一番気に入ってる風景の場所になります。こんな感じでね、川沿いをね、遊歩道がね、ずっとまっすぐ通っておりましてね、菜の花がね、その横をね、咲いております。ずっとまっすぐね。そしてこれまっすぐ行ってね、今見えてる橋を左にね、曲がってまっすぐ行くと、小竹駅になります。小竹の駅ですね。そういった道をちょっとね、渡ってね、こんな感じでね、すごくね、菜の花畑というか、菜の花がね、一面にね、咲き誇っております。今ね、綺麗にね、ずっとね、一直線にね、まっすぐね、咲いておりますね。土手の、下の方でね、綺麗ですね。こんな感じです。後でね、写真撮ってみましょう。今日はね、今ね、土曜日ですので、ちょっと待ってね、日にち言ってなかったな。今日はね、3月のね、2020年3月の14日朝の10時34分になります。そしてね、土曜日ですね。これから天気はね、今ちょっと曇っておりますけども、お日様がちょっと今出てきましたけども、これから、天気の方は良くなる見込みです。開放に向かっております。晴れ時々曇りからね、オール春マークがついておりますので、これから天気は良くなりますけども、風がね、とにかく冷たいのですよね。風が冷たいし、すごい強く吹いておりますので、ね、声が入るかどうかわかりませんけども、できるだけ声張っていますけれども、で、今他に見えてます、車がね、どんどん走っておりますけれども、あちらに見えてますのは国道205線になりますね。直方からね、飯塚方面に向かってね、伸びております、車がね。はい、そんな感じで、またね、今日はね、動画たくさん撮れますのでね、お楽しみにされていてください。ここの方でも人がね、何人かいてね、つくしをね、今まだ撮ってるのかなと思いますね。買い物を袋を下げてね、つくしを撮ってるような感じです。すごくね、いい景色なんでね、写真撮って、見たいと思います。はい、それではね、もうこの辺で終わります。また次の動画もお楽しみにされていてください。それでは、ご視聴ありがとうございました。